取材を受けてる中では一番若いので、経験もやっぱり他の先輩方に比べると浅いと思いますけど、でもその3年目だからこその3年目ならではの目線で語れることがきっとあると思っているので、大学生もしくは高校生とかそういった方々に何かこうメッセージを送れたらなと思っています。ちょっと見てくださいよこれ、こんな椅子見たことあります？もうなんかついついリポートしちゃうんですよね、癖でこういうの見た後。すいません、どういう姿勢したらいいか難しいですよね。そうですね、こういう時本当難しいんですよ。結構昔やってられてたりしたんですか？全然やってないんですよ。そうなんですか、はい、あ、すごいすごい綺麗に撮れてる服がめっちゃ可愛いですね。可愛いですよね、これ母が作ってくれたんですよ。手作りなんです。いかに楽にできるかっていう、そのなんか効率的にいかに時間を省略して、いかに中学校の時にソフトテニス部で3年間ずっと補欠でした。